バブル。おい！クズだ！サムライティングをご覧の皆様、こんにちは、マックス鈴木でございます。本日は何やら YouTuber っぽいことをしようみたいな流れの話らしいじゃないですか。そうです。前回、はい、マックスさんと今代さんで YouTuber の記録に挑戦、はい、ペヤングとか食べてますじゃないですか。はいはいはい。今回はその第2弾でだった経緯といいますと、こういった動画は伸びると。むき出しやの自分。第2弾として、はい、まずお品書きからご紹介いたします、はい、まずマックスさんから左手にある、はい、ペヤングニラマックス、はい、君なら食べれるを4つ、はい、こちらゾウさんが、はい、挑戦しておりまして、はい、この記録が15分20秒。4個で15分20秒、はい、めっちゃ早くね。だってこれギガマックスよね。ギガマックスです。はあ、ま、え、これをまずやる。この次にヨーグルトです。ヨーグルト、こちら18個。はい、日本人のトミーさんが、トミーさん、はい、3分24秒で食べております。3分24、18個。ほう、次がヤクルト。ヤクルト、はい、ヤクルト10本、早飲み。10本早飲み、はい、10本。え、こんなのだってすぐでしょ。最初初め社長がチャレンジして25秒80円だった。はい、それをまた水溜りボンドのトミーさんが調整して塗り替えて24秒1、うん、今最速が24秒1です。お、意外とかかるっぽいんですよ。容器の関係があるのかな。そうなんですか。なんですか、現場がいきなりザーザー始まりましたけど、なんですか。忘れ物。じゃあ、じゃあ待ってよ侍さん。せっかく今 YouTube で伸びそうな企画の第2弾やろうって言ってる時にだよ。どういった、何やってるんですか、あなたたちは。ニコニコしてんな。Google アカウントじゃねえんだよ。なんだよ、ログインしますと面白いな。はい、こちら V ダインゼ、はい、こちらが、こちらも水溜りボンド、はい、1秒。1秒、いけるのか。トニーさん、やばくね。で、あとはこの次ですね、はい、バー1枚、トースト1枚が、トースト焼かなくて、そのまま、はい、生のまま生のままで、こちら9秒8です。ちょっとまあ、飲み物とかで、飲み物 OK？ お前なんか最近扱いが軽いよな、俺に対する。はい、それで？で、最後がミルクセーキです。ミルクセーキ？はい、ミルクセーキがフィッシャーズのうなこさん。うなこさん、はい、8.1秒。ミルクセーキはじゃあ作るってことですか？作ります、作ります。あの、売ってないんで、どこを探しても売ってないんで、ミルクセーキは作ってから。ミルクセーキってそんな簡単に作れるもんなんですか？卵と砂糖の牛乳で。来たよ、プロの料理人、イケメン吉高さん。あ、わかりました。それは9秒、8秒1です。8秒1。何 cc ですか、何ミリリットル。500をストローで。ストロー。あー、ちょっと面白いですね。おー、やっていきましょうか。じゃあ、あ、すげー楽しみ。こちらのラインナップ全て記録更新をしていただきたく思います。なるほど、この動画伸びそうですな。頑張ります。お願いします。バシャーン。はい、ということで、マックスさんから見て左手前これ、はい、がノーマルペヤングです。ノーマルペヤング、はい、はい、右手前、はい、が魚粉入りの魚粉ペヤングです。はい、で、ちょっと前、右手、右奥がラー油ペヤング。ラー油ペヤング、はい。おお、めっちゃね。で、最後の左手がマヨネーズ。はい、もう一度記録何分を目指して。ゾウさんが15分20秒。了解です。これはないですよね、なんかこのスプーン使っていいと。そうです、ね、ゾウさんルール。ゾウさんルール。そっか、やった人の記録を抜くってことはやった人のルールです。はい、はい、了解です。いつでもいけます。先に言っとくね。いただきます。それでは参ります。5、4、3、2、1、スタートです。いただきます。
便利だなこれ。これ残量大丈夫そうですか？大丈夫です。詰まる。9分3秒22です。どれが一番詰まる？意外に、はい、ライブが詰まる。最初食べやすくてスルッていけると思ったら、はい、途中からギューって、はい、もう動かん、わいわい動かんみたいになっちゃって、いや無理やりこれで。じゃあ結果が大幅更新の9分3秒22ということで。はい。おめでとうございます。おめでとうございました。次がヨーグルト18個チャレンジです。はい。でこちらが水盛りボンドのトミーさん、3分24秒で食べております。おじゃあカウントダウン始めます。はい。5、4、いただきます。3、2、1、スタート。シェイてーてバブ
くなる。なんと結果1分42秒55バブー見ていますか。いらないよ水分あるでしょ。いや、ヤクルト10分早飲みです。はい、でこちら参考記録がはじめ社長さんが 25.8 秒、毎度おなじみトミーさん。はい、トミーさん 24.1 秒です。それではカウントダウン始めます。はい、5 4 2 1スタートです。結果が22秒08。だちょっと最後ミスったね。でも押せてなかった分はあれすると22秒ジャスト22秒ジャスト。これ超えた。超えました。おーい、全部超える。これ早いと思う。一番もうこれきついと思った。ノールックでいこうと思ったんだけどやっぱ無理だった。でこぼしたんでもうぶれちゃった。あ、ダメだダメだ。もう一回やりますか。え、もう一回やりますか。いいよ。でもさ、なんかビールジョッキで2秒で飲めるらしいじゃん。あそうだよ、やってよケンちゃん、やってよ。でもちょっと片付けるから。僕の記録を抜くんですよね。21秒目指して頑張ります。お、僕の記録は22秒08と。記録を作った。これって矢先ピーオスじゃないですか、うん、2本同時に持ってこう飲むとか大事ですか。うん、何でもいいですね。カウントダウンお願いします。はい、よし、いきます。5 4 3 2 1スタート。生食パン1枚です、はい、でこちらを水なりボンドトミさんがやっておりまして、1分間で水なしで食べてました。水なしで、はい、はい、これ結構厚みありますな。できるだけ知りました。5枚。5枚切りです。ちょっとディレクター、はい、どういうことですか。あ、でもトミさん全く一緒言われますよ。1分ね。でカウントダウン始めます。これね、良い子真似しないように、やばかったらこれ飲んでください。はい、一度もどうぞ。はい、でカウントダウンいきます。はい、5 4 3 2 1スタートです。Thank you.
全部で結果が51秒62です。お次ですね、はい、ミルクセーキです。ミルクセーキ、はい、こちらをストローで早飲みしていただきます。でミルクセーキの記録者がフィッシャーズの野田原さんで、はい、8.1秒です。8.1秒、はい、8.1秒。じゃあカウントダウン始めます。5、4、3、2、1、スタート。13秒ちょうどです。これマジで8秒でいったの？8秒です。考えられない。ストローもこれでしょ。しかもこれやって思ったけどキューって閉まったりなんかちょっと若干詰まったりするのよ何かは、はい、でフッていかないからすごいね負けました最後の品物がウィダーインゼリーで、こちらがミスマイボンドのトミーさん 1.9 秒です。1秒9です。 1.9 秒、はい、1秒9、約2秒です。いざ！でいきます。5、4、3、2、1、スタートです。いや、ここはここはケンちゃんにやってもらおう。はい、2000レベルです。それでは、本日も最後を飾ります。にごりごと、てんすけ、チャレンジ。じゃあここは10秒前から用意ができたら言ってください。大丈夫です。参ります。競技開始も10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。結果としまして、はい、今回計6種類挑戦いたしまして、はい、マックスさんなんと4種類成功しました。食でいうとペヤング、ヨーグルト、ヤクルト、パンでミルクセーキとウィダーインゼリーが個人的にあるんです。はい、ウィダーインゼリーは検索が更新したということで、更新したということはミルクセーキが今後の課題ということですね。そうですね。これじゃあこの企画は好評だったら第3弾が待ってます。おお、そしてなんならケンスケの目まぐるしい活躍もちょっとどうなんだってコメントの方でねいただけると、皆様本当にうちのミニゴリちゃんをよろしくお願いします。次回はねミニゴリちゃんにもミルクセーキをやってほしいなと思っております。これまだ他にも早食いの記録ってあるんですか？ありますね。あ、結構ある。じゃあもしこのチャンネル、この動画がこの動画が好評だったら第3弾もあるかなと思いますので、その時はぜひぜひよろしくお願いいたします。皆様この動画は特にいいねを押していただきたい、そう思うマックス好きです。ありがとうございました。